佐藤貴一郎佐藤貴一郎は、日本の実業家、銀行家、元帝国銀行頭取三井銀行社長、日本金総裁、神奈川県横浜市出身、横浜市中、一高、1917年、東京帝国大学経済学部卒業後、米山梅吉の紹介で、三鷹の学抜の色合いが強い戦前の、三井銀行に入校、ニューヨーク支店長、 大阪支店長など、海外要員として、経営中枢からは遠ざけられ、1941年には、三井銀行の海外担当取締役、1943年の定銀発足時も常務にあった。戦後は一転して1946年の公職追放の発表に先立って、万代淳志郎会長、入間谷竹夫と踊り始め、戦前三井財閥のリーダー池田重明に、 池田の子飼でありかつモズの後継と目されていた大谷智昇常務も退任したため佐藤が予期せぬ頭取りの座に就任した戦後の混乱期にあって財閥解体によって散り散りになった三井計画者の再結集に反対したとされているその際 GHQ は勝者には手をつけても銀行には手をつけない方針だったとされていたにもかかわらず 低銀からの第一銀行の分離独立も実行した。三井銀行は昭和初期までトップ業の地位にあったにもかかわらず、1940年には預金口で六大銀行仲裁会にあったため、第一銀行合併することでトップ業の地位に返り咲いていたが、この時の佐藤の決断によって、戦後の三井銀行は脆弱な資金量に金する中医業の地位を ついに克服することができなかったとされている。思わぬ、尊りの地位に、佐藤が、自身のマネジメント力の薄弱を自覚すればするほど、これら一連の決断が佐藤にとって、不可避なものだったとも言われている。すなわち、慶応出身者らによる学抜の復活を警戒し、三井計画者や渋沢栄一以来の第一、銀行出身者らを束ねていくことが主にだったと、されている。 1948年定銀から第一銀行を分離。1954年三井銀行に業名が戻り投稿社長に就任。その際、東取リ社長と会社以後、会長、相談役を歴任し、三井グループの総帥として活躍した、小外とされたリューマスを田中久兵衛の両社長時代を経て1968年の小山五郎の社長就任頃まで、 実質的な決裁権限があったとされている。また、社外にあっても戦後日本の経済界のリーダーとして活躍し、経団連副会長などの要職を歴任した。1974年5月24日に80歳で死亡。長男は、矢野一郎の三女と結婚した。長女は、松本重郎に嫁いだがが溶接。松本アートに、伊藤博文の彦と再婚。ありがとうございます。